まあ、タイトルの通りなんですけど、皆さん知ってますか？知ってます？ちょっとね、今日はね、風呂入ってないんであんま顔出したくなかったんですけど、まあでも言うても、昨日の昼ぐらいに入りましたけど、昼ぐらいだったっけな、いつだっけな。まあちょっとタイトルの通りなんですけどね、初見です、どうも。部屋が暗い。ああ、得意の技。お前がアラブドウセキョウイドズビリーツソフトバックソースアダス。ミケさん風船にごどうも。はい。あれやす、ロケットアナビ。今日かっこいいですか？そうっすか？部屋が暗いのは扉が閉まってるから、あとちょっと今日、ちょっとなんかね、曇りっぽい感じ、天気は。知ってます？まあ、タイトルの通りなんですけど、まあ、もちろん僕が投げられたわけじゃないんですけど、なんかね、ニコニコなのかな？もともと多分ニコニコで活動してた歌い手なのかな？の人たちだと思うんだけど、なんか4人組ぐらいのグループがいるらしいんですよ。なんか歌い手みたいな。そう、昨日トレンドで話題になってたらしいんだよね。で、これは本当かどうか知らないですけど、ガセかわかんないんですけど、4000万は本当ガチらしいんですけど、これに関しては嘘かどうかわかんないけど、そのはじめ社長が、投げ銭したらしいの、そのグループに。で、それでなんかトレンドとかに乗ったとかっていう噂を聞いたんだけど、それは本当か知らない。はじめ社長もそのグループに投げたらしいんだよね。いや、本当か知らんけど。あ、風船8個どうも。でも4000万投げられたのはガチみたいですよ。やばくないですか？しかも、あれだよ。まあ、この今一言コメントのとこにも書いてるんですけど、YouTube ライブって1アカウント、課金上限が5万までなんですよ、1日のね。1日の課金上限が5万まで。で、3月2日から今の時点で、だから2日間ぐらいで4000万の投げ銭があったらしいです。やばくない？ 課金上限があるんだよ。やばくないですか？だから、ふわっちで、ね、めちゃくちゃ稼いでるやつは、このね、1アカウント5万の課金上限があった場合、いくら稼げるかっていう話よ。わかる？で、大勢の人がめちゃくちゃ投げてくれてる。まあ、ただ、同じ人がね、同一人物がアカウント変えた場合、複数課金できるのかは知らんけど、だから、1人の人が、例えば10アカウント作って、1アカウント5万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 つんで、10アカウントで5万投げたら50万じゃ、そういうのができるのかはよく知らないんだけど、基本的には1アカウント課金上限5万までっていう縛りがある。それで4000万らしいよ。やばくない？いや、ほんとこれはガチ。4000万はガチ。だって、視聴者もわかるんですよ。いくら課金されたか、YouTube ライブって。いや、これ4000万はガチですよ。で、視聴者がね、いくら投げられたかっていうのがわかんの。YouTube ライブは。まあ、ふわっちとかもこの一枠で、花火何個投げられたっつうんで、花火、ね、で、花火1個が1000円ぐらいでっつうんで、そういうね、買う方がね、計算はできるけど、まあ、あくまでその課金額が7000万。あ、違う、4000万だけどね。で、なんか、そのうちね、Google が、まあ、どんぐらい持っていくのか知らんすけど、まあ、4割、3割持っていくらしいんだけどね。そのグループに最低でも2日くらいで2000万以上の収益があったと。Google が抜いた分も引いても、差し引いても。やばくないですか？両欄が課金したのみたい。ああ、百花繚乱さんか、ニコ生でいるよね。いや、やばいよ。ああ、これはマジでやばい。これはマジでやばいよ。もう、ふわっちの配信者が、どうやったって勝てないよ。だって、ふわっちの配信者なんて、ほんと一人二人の課金で何百万稼いでるやつばっかなんで、もしこの、ふわっちの配信者が一人一日5万までの課金上限を縛られた場合、一ヶ月何百万稼いでるやつなんて、おそらくもう100万もいかなくなるからね。てか多分、本当にもう、相当でしょ。しかもこの人たちあくまで2日で4000万だからね。
やばいでしょう。すごいな。で、それでいて、なんかね、もともとね、その事の経緯を説明すると、なんかその歌い手とかのね、なんかグループらしいんですよ。なんかニコニコとかでもともと活動してたらしいんですけど、で、それ4人組のグループらしくて、確か4人組。で、それで、なんかね、なんだっけ、なんだっけな、あれですよ。そうそうそう、なんかね、そのコロナの影響で、コロナウイルスの影響でですね、その公演が中止らしいんですよ。で、そのなんか被害額とかそういうのが出て、で、そういう、なんつうの、まあ、だからそれの支援みたいな形で、ファンが投げたんだと思うけど、で、3月4日に、だからそれをなんか、YouTube ライブでなんかそのね、実際にこう、公演ができなくなったんで、多分 YouTube ライブでライブをするみたいな形になったらしいんですよ。で、それをなんか3月2日に告知したらしいの、YouTube ライブで。で、あくまで告知の時点で、その2日間で、なんかその、4000万課金されたらしい。で、今日が本番らしいからね。今日の3月4日のなんか確か夜7時ぐらいから、その YouTube ライブでそのライブをするらしいの、その4人組がね。だから、まあ、その流れでいくと今日さらに課金されるんじゃないのかという。今日が本番だから、まあ、言ってしまえば前夜祭的なもんじゃないですか、この2日間は。今日の夜に、もしかしたらとんでもない課金額がある可能性があるっていう。まあでもとんでもない可能性って言っても、まあ課金のね上限が決まってるんで、あくまで1アカウント。まあでも多分飛躍的めちゃくちゃ増えるってことにはなるかはわかんないけど、まあでも来場者がね、いつもより来れば課金してくれる人も増えるわけで、まあどうなんだ、そこはわかんないけどね。あともう課金した人がさ、もうこれ以上はいいやっていう人もいるかもしれないから、まあ、そこはどれだけ伸びるかはわかんないんだけど、でも今日も間違いなくこの流れでいったら無課金ってことはありえないだろうから、まあ、今日どれだけ伸ばすかっていう感じですかね。いや、歌うまいのって言われても全く知らない、そのグループのこと。そのグループのことを俺は一切知らない。で、ちなみに YouTube のチャンネル登録者数が27万人ぐらいらしいんだよね。だからまあ、27万人って、まあ生放送の規模で言ったらクソ大手だけど、あくまででも YouTube の世界で27万だとめちゃくちゃ多いってわけでもないよね。やっぱ YouTube って中堅、100万人って中堅っていうイメージがあるんで、ちょっと27万だと YouTube の世界ではそんなまだ中堅って言われるレベルでもないんだけど、でも27万人って普通にめちゃくちゃ多いからね。生放送で27万とかだったらとんでもない大手って言われるレベルだよ。ググれば出てきます。詳しく知りたい方は YouTube ライブ投げ銭4000万とかでググれば出てくるよ。ちょっとトイレ行ってきていい？なんかもともとニコ生とかで歌い手やってた人らしいよ。4人のグループで。